今回のすび肌シリーズのテーマは女子力アップアンチエイジング、世界の美女たちも愛したローズパワー。皆さんこんにちは、リズムヘアデザインスタイリストのめぐみです。よろしくお願いします。今日はですね、こちらの新商品ロゼウララウララについてご紹介していきたいと思います。こちらのロゼウララウララお化粧水なんですけども、名前の方がねちょっと変わったお名前だと思うんですけども、ロゼはローズのローズから来てます。でウララっていうのは、ひらがなでウララって書いた後ろに麗しいという漢字がついてウララウララなんですけども、麗しいから取ってるウララなんだよっていうことが分かるようにっていう研究員さん の思いが込められた名前になってます。一番の特徴はローズ感がね本当にすごいです。スプレーしてこう使うタイプのお化粧水なんですけども、こうシュッシュッシュッとねした時に本当にお花に包まれてるようなっていうぐらいのローズの香りがとっても広がるんですけども、ローズウォーターベースに使用してまして、もちろんですね天然のローズの香りになってますので、とっても心地よく使っていただけるかなと思います。でもちろんですねローズが使われていることにはちゃんと意味がありまして、ただねいい香りがするからとかっていうことだけではなくって、RHD ウェブショップの商品化粧品って皆さんファンの方々理論が伴っているところが素晴らしいって本当に言っていただけてるんですけども、今回もですねローズを入れていることにはちゃんとした意味がありますので、そちらをですね今日説明していきたいと思います。まずですねローズの香りによる効果なんですけども、香りって鼻から入ってで脳の方にこう直接行くっていう風に言われてるんですね。なので化学物質とかその良くないものが鼻からこう化学的な香りが入ってしまうととってもね脳の方に悪い影響があるっていうお話もあるんですが、ロゼウララのような天然のローズの香りを鼻からこう吸い込んで嗅ぐことによってとってもね嬉しい効果がありますので、まずそちらの香りの話をしていきたいと思います。でそのローズの香りなんですけども、女性の魅力を引き出す効果があるっていうのをすごく言われてまして、例えばクレオパトラですとかマリー・アントワネットなんかもその昔本当に愛していたお花だっていうふうにお話が残ってまして、ローズの香りをですね嗅ぐだけでもホルモンバランスを正常化してくれるっていう効果が期待できるんですけども、あとは幸福感だったりとかストレスの緩和っていうこともありますので、そういった意味でもホルモンバランスにいい働きがあるのかなっていうのがあります。なのでですね特に女性の方積極的にローズは取り入れていただきたいなと思います。私もですねこちらのロゼウララ毎日のケアの方に使ってるんですけども、特にですねお風呂上がりナイトケアの時にお顔とあと全身にこれをこう吹きかけるんですけども、そうするとですね本当にバラの香りに包まれてやっぱりこう幸福感っていうのをすごく感じますし、リラックスできて一日の心と体のリセットがこのロゼウララでできてるなっていうのを実感してるんですが、でそんな感じでこちらのロゼウララ毎日のケアに使用して、でローズの香りを嗅ぐだけでホルモンバランスにとてもいい効果があったりとか、もう美しくなれるって本当に最高だなって思うんですけども、もちろんですね香りだけではなくってローズの成分的な効果っていうのもありますので、次はですねそちらについてちょっとお話ししていきたいと思います。でまずですね抗酸化作用っていうのがあります。簡単に言うと若返り作用なんですけども、リズムヘアデザインで行ってます還元美容、錆びない年取らないそんな美容法なんですけども、抗酸化作用ってその中でとってもね重要になってまして、そんな若返り作用がバラの成分自体にもあります。で、はい、もう一つなんですけども抗炎症作用っていうのがあります。今からの、ね、夏場暑い時期にとっても嬉しい効果なんですけども、日焼けしたお肌って炎症が起きている状態なのでこうほてったりですとかちょっと赤くなったりっていうことあると思うんですけども、そんな、ね、時にこう鎮静してくれる抗炎症作用っていうのがありますので、日焼けしたなと思った時にこうシュッシュッと使っていただくサンアフターケアローションのような使い方っていうのもできますので、本当にですねこれからの時期活躍するかなと思うんですけども、私もですね普段そんなに長時間外にいることってないんですけども、一番紫外線の影響を感じるの意外と車の、ね、運転してる時なんですね。こうかなり紫外線受けてる感じがあるので、
やっぱりだんだんほてってきたなとか、すごく乾燥してきた、パリパリしてきたなっていうのを感じたりするんですけども、そんな時にですね、こちら のロゼウララ用意しといて、シュシュシュッとこう吹きかけてあげると、それだけで本当鎮静されて、ほてりが収まったりとか、保湿もされてパリパリが収まるなっていうのがすごくあるので、いつもですね、ドリンクホルダーとかに大体入れて持ち歩いてるんですけども、そんな感じで車の運転される方とかにも意外とおすすめ、紫外線の影響かなり受けますので、はい、持ち歩いていただくといいかなと思います。今回ですね、このロゼウララが発売するにあたって、私もですね、ローズのことをいろいろこう勉強したりとか、調べてみたりっていうのをしたんですけども、改めてですね、やっぱり天然のそのお花の力、ローズの力って本当にすごいんだなって実感しましたし、やっぱり使っててもね、その効果を感じるので、安心して使えるし、とても素晴らしいものだなっていうふうに思ってるんですが、でここまでですね、ローズの香りと成分的な効果についてお話ししてきたんですが、もちろんですね、ロゼウララすごいのはバラの効果、ローズの効果だけではなくって、リズムヘアデザインで行っています還元美容でよく生体水のお話出てくるんですけども、生体水って体の深層には生きてれば必ずある、簡単に言うと体内の人間のお水なんですけども、美肌の条件っていうのを人間の体の仕組み的に考えていくと、細胞がね、全てその生体水で満たされている、潤っている状態が美肌にとって欠かせない状態っていうことになってまして、一般的にはですね、外側から化粧水を入れて、で浸透させて、それでこう肌を潤していくっていう感じだと思うんですけども、それですと人間の体の仕組みから見ていくと、外から入るところって角質層までなんですね。っていうと厚さ2ミリぐらい、本当にラップぐらいの、ね、厚さのところ、薄さのところまでしか入らないので、そこがね、こう潤ったからといって奥まで潤ってしっかりこう細胞が水で満たされてるってことには絶対ならないと思うんですが、一番いいのはやっぱり深層にあるその生体水を使うことで、全ての細胞を潤わせるっていうことができれば、一番人間の体の仕組みから見てもね、とってもいい美容法だと思うんですが、でこちらのロゼウララにはその美肌に欠かせない生体水、その生体水の生成が活発になるっていう働きがあるんですね。ちょっと難しい話になっちゃうんですが、こちらのロゼウララには有機酸っていうのが入ってまして、その有機酸っていうのが人間のその生体水と非常に性質が似てるんですね。でその有機酸が皮膚の表面につくと、体内の生体水が反応して皮膚の表面に上がってくるんですね。でそうすると一時的に体内の生体水が少なくなってしまうんです、外に上がってくること でそうすると体が生体水なくなっちゃったから作らなきゃってことで生成が活発になって、さらにね、潤いやすくなる、細胞が潤いで満たされる、生体水で満たされるっていうことになってくるんですが、現代人はですね、粗悪な化粧品だったりとか大気汚染、食品添加物ですとか、あと強い紫外線によってとってもね、生態系が弱っているっていうことを言われてるんですけども、生態水って自分で作るしかなくって、外から補うことはできないんですね。なので自分でその作る力を強めていく、生態水の生成を活発にする力をつけていくっていうのにとってもね、こちらのロゼウララお役に立てると思いますので、ぜひ自分で潤える肌になっていただければいいかなと思います。では一度ここでね、まとめますと、まずローズの抗酸化作用による若返り作用と、あとはですね、有機酸による生体水の生成を活発にするっていう働き、これで自己回復力がアップするので、その2つによって肌の方が若返っていく、元に戻っていく、還元美容の方向性に行けるっていうようなお化粧品になってますね。はい、ではこちらのロゼウララ実際に使用していきたいと思うんですけども、必ずですね、こう上から浴びてもらうのがとってもいいんですね。こんな感じでこうシュッ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 と上から浴びていただいて、でこうその後手当てですね、これ毎回RHG ウェイショップの化粧品の方でお伝えしてるんですけども、必ず手当てをするっていうのがどの化粧水美容液にしても大切になってまして、有機酸によるね、その生体水が内側から上がってくるっていう効果も、やっぱり手当てをしてあげた方がさらに高まってきますので、必ずね、こうしっかり手当てはしていただきたいなと思います。
すごくですね、今日もちょっと気温高いので、あの暑さでやっぱホテルだったりとか、やっぱ日中多少ね外出る時もあったので日焼けしたのかなっていう感じがあったんですけども、つけるとあのすぐ透明感が出るの分かるんですね。あの保湿効果もありますの であとはその有機酸の生態性が上がってくる効果で、瞬時にその白くなる透明感が出るのがすごく分かるんですね。であとはその本当に気持ちがいいローズの香りに包まれて、でお肌も潤ってこうちょっとひんやりするような感じもあるので、とっても心地よくね使っていただけると思います。でやっぱりですね、あの何度か繰り返せるときは、まあ、こんな感じでこうシュッ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 とまたこうスプレーしていただいて、で手当てをするっていうのを何度かねしていただくと、よりそのローズの香りによる効果だったりとか、あのその他生態性が上がってくる効果もやっぱり繰り返すことで高まりますので、できるときは何度かねやっていただくとさらにいいかなと思います。であとはあのもちろんお顔だけじゃなくて、あの全身に使えるっていうお話だったんですけども、特にこの夏は腕とかって結構ね出したりすると思うんですけども、あの日焼け止め塗る前にこれでこうよく保湿しとくんですね。保湿した上から日焼け止めを塗ることで日焼け止めの効果って何倍にも出るんですよ。乾燥してるとあのその細胞が水で満たされてない状態なので、よりその無防備で焼けやすいんですが、このロゼウララなんか特にあのちゃんと内部から生態室で潤うっていう仕組みが整ってますので、あの保湿してから日焼け止め塗るとより効果がアップしますので、ぜひあの腕なんかね焼けやすい、あと首とかもちょっとやってみてください。であの前の動画でもお伝えしましたこちらのバケルの、ね、日焼け止めパウダーなんですけども、これお顔はもちろんあのカバ力も意外とあるよっていうお話だったんですが、腕とか、ね、首とかそういうところにも使っていただけるので、ロゼウララで保湿した後にこのパウダー、色ほとんどあのカバー力はあるんだけどそんなにべったりつくっていう感じじゃないので、腕とか首につけてももちろん違和感がないですよ。でサラッとしてるのでつけた後も気持ちいいですし、こんな感じでねしていただくといいんじゃないかなと、本当におすすめで人気のバケルの日焼け止めパウダーになってます。で今あのロゼウララ2回ほどねちょっとシュッシュッとスプレーして使ったんですけども、あの本当に軽いんですけど意外と保湿力がすごくあるんですよ。で持続する保湿力っていうんですかね、今もあのかなりしっとりしてて、ローズ自体にもその保湿の成分ってあるので、あの有機酸とのダブルの効果かなと思うんですけども、あの結構うちのお客様とかでも多いの、男性のお客様であのヒゲ剃り後のローションとして使っている方なんかも結構いらっしゃって、女性にはねもちろんそのおすすめだって言ってたんですけども、男性もあのやっぱりベタっとするのが嫌な方とかってとっても多いと思うんですね。であのそういう方もあのロゼウララを使っていただくと、あのちゃんと保湿できてもちろんケアになっているんだけど全くベタつかない、だけど持続力がある保湿感があるので、あの満足して使っていただいている方がね非常に増えてます。であのロゼウララ使うときにですね、必ずあの上から浴びてくださいっていうことを言ってたんですけども、あれにもですねちゃんと意味がありまして、あのもちろん上からこうシュシュッと浴びた方がローズの香りがこう広がるっていうのもあるんですけども、それだけではなくてですね、あのマイナスイオンによる効果っていうのも実は浴びることですごくあの期待できるんですね。マイナスイオンって人間の体にとっていいんじゃないかなってなんとなく思っている方は多いと思うんですけども、あのマイナスイオンにも抗酸化作用っていうのが期待できまして、で特に浴びることでですねマイナスイオンってあの増加するんですよ。で何でかっていうと、例えばあの自然環境の中でマイナスイオンが増加するっていう例があって、あの滝とかあとは波打ち際なんか その水しぶきがね立つところだとマイナスイオンが増加しますよっていうお話があるんですけども、こう浴びることでやっぱしぶきを作れるので、それによってマイナスイオンの増加が期待できる、抗酸化作用も期待できるっていうことになるので、必ずね浴びてもらうのがもう大事になってて、だからどこでもその森林浴じゃないですけどマイナスイオンの恩恵を受ける、期待できるっていうことになるので、とってもそのあたりもねあの斬新なお化粧品じゃないかなと思います。あとはですね、マイナスイオンにも、リラックス作用がありますし、あとは空気の浄化ができるっていうようなこともあるので、あのいつでもどこでもね、そんな風にリフレッシュしていただけて、でさらにはあの女性ホルモンにもいい効果があるよってことなので、私もですね、あの生理前 PMS でやっぱりちょっとこう落ち込んだりとかイライラすることあるんですが、そんな時もね、あのロゼウララでこうちょっとリフレッシュすると乗り切れるかなっていう、本当に愛用してて助かってるんですけども、あとはあの50代ぐらい
ぐらいになると更年期のお悩みのお客さんはちょっと増えてくるかなと思うんですが、そんな時もやっぱり女性ホルモンを整えるってとっても大事なので、あのロゼウララですとお肌と心ね両方からアプローチすることできますので、ぜひお役立てていただければいいかなと思います。はい、ここまであのロゼウララについてご紹介してきたんですけども、最後にねまとめますと、まずはローズのその香りによる効果、ホルモンバランスの正常化だったりとかリラックス作用があって、でさらにはねローズの成分的な効果、抗酸化作用があるっていうのと、あとは有機酸による、生体水の生成が活発になることでの自己回復力アップと、あと最後マイナスイオンによる抗酸化作用、もう本当にねいろんなことがぎゅっと詰まったお化粧水になってますので、ぜひあの皆さんのお悩みのねお役に立てればいいかなと思うので、あの使ってみてください。今回ご紹介いたしましたロゼウララは、画面下概要欄の RHD ウェブショップリンクよりご購入いただけます。100ml のスプレーボトルとお得な詰め替えサイズ1リットルの販売となっております。気になる方ぜひチェックしてみてください。次回はですね、またまた新商品が出ました。翡翠のジェルクリームゆずかについてご紹介していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。